八刀帝に根村田刀園7月6日から2002年12月5日は京都府出身の陶芸家。訓六刀炭鉱局実証受賞。昭和の名工。京焼の伝統技法を駆使し、独断状とまで言われた、刀調技術で低下度小生による刀人形などを製作。中国や日本の古典、脳などからモチーフを得て。 独特の世界観を持つ作品を生み出した。京焼の色絵や塗り付け、金卵種、サビ絵、赤絵などはもちろん自らの研究で、山菜や霧金技法による金卵種、夕浦金菜など幅広い技法を駆使。東堀は独断状とも言われるほどの卓越した技術と独特の世界観を持つ。戦時下での燃料入手の混乱などから制作を始めた東人形は、 京焼の原点に近い仕事で、片打ち成形された人形を、低下度調整の内釜で焼成し、顔料で彩色を加えた可愛らしい同時人形などであった。喜怒哀楽をユーモラスに巧みに表現しており、その後京都の東人形の新しい表現の方向性として注目された。表情豊かな東山人形は、戦時中に、 心の安らぎを求める人々に人気があり、二門袋にも入れられかなり量産されたという。陶芸作家というより職人であることにこだわり、97歳まで現役で作品を作り続けていた。色絵、塗り付け、サビ絵、赤絵、金蘭種など京焼きの伝統技法はもちろん、自らの研究で、山菜や霧金技法の金卵手、 金田祭など制作は幅広く、中でも、東堀は、独断場とも言われている。村田と縁美や小人の美意識が生んだ匠の技、NHK サービスセンター、8到底2年作品集。ありがとうございます。